久しぶりに帰ってきたぜ俺たちの桃源郷ということで、今日はね、超久しぶりにマリオカート Wii 実況やっていこうと思うんだけど、いやあれだわ、もう久しぶりに実家に帰ってきたような、この安心感。まあ実家暮らしなんでそんな感覚わかんないんだけど、いやマッチングすんのかな、もうだってマリオカート Wii 14年前、15年前、そのぐらい経つゲームで、さすがにマッチングもうしないんじゃないかって、そんな感じも、してるんだけど、どうなんだろうな。今ね、夕方の5時。まあ、結構海外勢とか、前までね、いたんだけど、じゃ今日あれ使うか、近鉄使うか。マリオカート Wii は基本ね、もうファンキー、カート、ファンキーバイク Wii って言われてるほど、このファンキーとね、クッパバーザー、スーパーバーザーね、このバイクが、強いんだけど、めっちゃマッチングするめっちゃマッチングするやっぱマリオカート Wii に囚われた人がいっぱいいる。やっていくか、韓国。韓国。いや、めっちゃ久々なんだけど、やばい。数ヶ月ぶりにやる気がするわ、9人部屋。いやね、久々のくせに、もう全然アップも何もしてきてません。マジで。久々にやるんだから、ちょっとぐらいアップしてこいよって思うかもしれませんが、ありのままのね、私を見てください。いきなり押されたんだけど。重さはね、ファンキーと確か変わらないはずなんだけど、なぜファンキーが強いかと言いますと、なんかマリオカートといって、キャラ性能でね、スピードプラス2とか、プラス1とかそういうのがあるんだけど、ファンキーコングがね、唯一スピードプラス2なんだよね、重量級の中で。つまり、ファンキーコングがスピード遅いと。ファンキーコングが圧倒的スピードを誇ってるということで、ファンキーコング以外使ってたら、なめんぽと思われても仕方ないんですけど、まあ私、キンテレちゃんね、相棒なんで、Wii でもこのキンテレちゃんを輝かしてあげたい。急に、ナイスなんだ？もう出る。これもうさ、3周目までキープでいいんじゃないかな。確か、マリオカート Wii はね、部屋に1本しかサンダーが降らない関係上、自分がやらかさない限りは、このサンダーをキープできるんじゃないでしょうか。行こうぜ行こうぜ。マリオ鉱山ちょっと打開厳しそうなコースではあるんだけど、まあこれ、キラーに引かれない限り、引かれたらね、これ、エイツラックスと違ってアイテム落としちゃうんだよな。そういう被弾だけはやめといて、しっかりケアしつつ、これ3周目、7位、6位ぐらいで、アイテム交換しつつ降らしたら上位あるんじゃないか。復帰戦1周目、ちょ、やめて、マジやめて、ほんとやめて。ほんと、おもんないですよ。やめてくれ。復帰戦で上位取ってやろうぜ。ボム兵も危ない。ボム兵スターキラーあたりはね、ほんと食らったらアイテムなくなっちゃうんで、これ使ってもいいか、ワンチャン。使うわ。ここ交換しちゃって、いや、ちょ、腐ってる。オスケ。で、スター出るでしょ。オッケー。強いぞ。1位がだいぶ、早い。1位クソ早いんだけど、何者なの人。さあ、しかし、3位スターという、圧倒的な状況ではあるんだけど、いつ吐くかな。サンダーもうないはず。30秒経たないと、もう一回出ることはないから、危ねえ。いや、使う。いや、そうだ。トゲゾウあれだわ。トゲゾウ今、地面スレスレ来ると思って使ったけど、関係なかった。もったいね。エイトゼラックスの癖が抜けてないな。いや、トロッコはダメージ食らうんで、しっかり触れないように、蹴つつけて、あ、1位だ！いつの間に？やばい。赤コーラやめて。赤コーラマジやめて。いけるこれ。いったんじゃない？復帰戦一発目で1位。神ゲーか？やべえ、めっちゃ楽しい。レート123プラス。ちょ、8000いっちゃおうぜ。うわ、レート9000台いるわ。やば。うん。さあ、DK マウンテンスタートダッシュのタイミングわかりません。ちょっと。あれ、スタートのタイミングめっちゃ違うな。だいぶ遅めにやったんだけどな。3、2、ほいぐらいで押したのに、演奏したわ。全然タイミング違うんだよね。その辺もマリオカートシリーズ？同じマリオカートのはずなのに結構違うと。いうことで、この DK マウンテンマジで追加コース来てほしいわ。追加コース来てほしいランキング今個人的にナンバーワンかもしれん。結構好きなんだよね DK マウンテンって。セブンに DK マウンテン来てたっけ？セブンはね、唯一全然詳しくない、行った。唯一じゃないけど。64とかもあんま詳しくないけど、セブンね、ちょっとしかやったことないからあんまり覚えてないんだけど、DK マウンテンって最後出たのいつだろう？結構好きなんだよね。だから、あぶね。早く、リメイク来てほしいんだけど、しっかりここショートカットしていって、よいさんだ。強い。これ勝ったくない。これか、やめ、あーぶねえ、マジで。サンダーロスするとこだった。いや、これいつ使おうかなー。これ大砲中に打ったらね、サンダー回避できてしまうんで、絶対に、誰も大砲使ってない時に使いたいんですけど、まあ、誰もサンダーもう2本目引けない、引けないよね。合ってるよね。これで誰かにサンダー降らされたらショックなんだけど。そういうね、まあ、一本しか出ない関係上、これキープしてたら、もう負け筋ないんじゃないかってくらい強いんだけど、ちょっとぐだってるよ。おつけ。久々のさ、割にさ、意外と走れてない。
意外と自画自賛、意外とこのゲームセンスでなんとか乗り切ってる感あるんだけど、いや難しいな。でもマリオカート E ターボがたまんの難しいわこれ。やばい、聞かれ、危ない、使ってよかった今。あれでもロストするよね、しないっけ、あぶねキノコ。あれでもロストしそうな気がしたから使っちゃったけど、まあ悪くないサンダーなんじゃない。まあできれば3周目に使い、やめて、そのバナナエッチだわ。ちょっとファン、なんでこっちなんやねんなんでこっちやねん よかったわ、1枚当たってるわ。分裂したの多分あれ、あっちの画面にも多分自分が来てなってるわ。ラグいんだよなマリオカート E、 8デラックスなんて気にならないラグさなんで。トゲゾウも2個なってしまうと、待って、トゲゾウ2個いった、え、今行かなかったトゲゾウ、気のせいか。マジでね、トゲゾウね、8デラックスは30秒に1本しか出ないんですけど、 Wii に関してはマジでアイテム全然出ないおーいそこの設置うまいかよ。エイトラックスは30秒にね1本しかサンダーと同じ感じで出ないんですけど、 Wii はねそんなないんで、マジでね連続で来る、ほんと5秒に2回ぐらい来るから本当に気をつけないと。サンダー来る、いやこれ絶望、いやスター落ちる、うわースター取りたかったな。絶望的展開に見せて、意外とまだ前近いからワンチャン最ぐらい入れんじゃないかな。しっかりショートカも決めよう、ブレーキ踏んでみんな下ってんね。やらかしマウンテン、ハープな、かわいそう、はちょっと待てよ久々のマリオカートに神ゲーかと思ったら同じコース連投してるやついんだけどおいやっぱクソゲーか、やっぱなんかもうあれだよ、やっぱマリオカートいい、まだやってる、だって何年前のゲーム、14、5年前ぐらいのゲームでしょ、まだやってるやつ多分頭おかしいやつしかいないわ自分含めて多分頭おかしいやつしかいないんで、しっかりもう全員処していくわ。このワリオ鉱山中誰が投げてるか知らんけど、あーちょ、あここら、あここら持ってかれた、これボツにするか。じゃあ1位走れ、1位取れたら出させてこの動画2連続ワリオ鉱山基本ボツにするんだけど、1位取れたら出していいよね。つまり皆さんが今この動画を見てるということは1位取ってるんでしょう。多分1分ぐらい後に1位取ってるんで、ぜひ見てください。まあさすがに動画の順番変えてるかもしんないけど、赤コーラ消せる、マジでね、マリオカート E の赤は無能と、これ大事ね。マリオカート E の赤は来ても全然落ち着いたら消せるんで、落ち着きが何より大事。あ、そうか、ダブル取れないんだ、思いっきり今キノコキープしてたわ。もう一個アイテム取れると勘違いしてた。まあさっきみたいにトゲゾウ来ておこぼれ1位狙う感じでいきましょうか。サンダフル、これ取るか、バックして回収して、いやマリオカート E 楽しいんだけど、あー音さんだ神、あーアイテム取れんかった、待てマジで1位取っちゃいそう。さすがにみんなにワリオ鉱山2回は絵面がちょっとごめん、いや幅寄せすんな、これ2回やんのはちょっとさすがに気が引けなくもないけど、まあ1位取れたらいいでしょああ最悪一番良くない、おお、またワリオ鉱山いるんだけど、ちょ君もういいって、もう眉毛剃りな、眉毛繋がっちゃってるよ、さすがにね、さすがにね、危ない、危ねえ、マジで。マジ危ねえ。さあ、ヨッシーフォールズ行きましょうか。いや、これラストに行こう。これしっかり勝って終わらせるわ。いやね、私のチャンネルね、普段からよく見てくださってる方は知ってるかもしれませんが、最近ね、まあ、マリオカート8ラックスの方で、ランダムカスタム道っていうね、企画をやってまして、まあ、それがね、企画の関係上、あ、使っちゃった、もったいない。企画の関係上、2日に1回ぐらいしかね、出せなくて、そのね、1日の間をね、何していこうかなってずっと考えてたんだけど、マリオカートにしていこうかな。なんでね、最近マリオカートに敬遠してたかというと、マッチング全然しなかったんだよね。一時本当になんか部屋入ってもなんか3人4人だったりして、なんかなかなかね、盛り上がる動画が作りづらかったから最近やってなかったんだけど、今日めっちゃマッチングするわ。あれかな、時間帯に結構、読んのかな、いやー、解けてる。もうぜひね、マリオカートに詳しい人、この時間帯よくマッチングするよっていうのはね、あれば、教えてください。いやでもマリオカートに実況で言えばね、マリオカート Wii 界のヒカキンさん、カオさんがね、事実上引退、なんかアカウントをね、消してしまったみたいで、まあ寂しいね、普段から。結構見てたんです、サンダー？他にマリオカート Wii 実況してる人結構いんのかな、まあ、ちょこちょこ見たりして、アイテム全然出んやん。使っちゃおう。キラー回避させちゃったか。ちょっと、ま、もうちょっと、ま、我慢すべきだったな。アイテム割って、キラー野郎と一騎打ちか？ヒノさんで、これワンチャン抜かせないか？いけんじゃない？伸びろ！よーし、強いサンダー。結局サンダーだわ。
はい、ということでね、無事、久々のマリオカート Wii 1位取れましたんで、今回パートはね、この辺にしようと思います。よかったらね、高評価とチャンネル登録しておいてください。頑張ってね、動画出していくわ。ライト8000もちょっと行こうぜ。なかなかね、8000行こうつって行けなかったんで、まあ、頑張って8000目指していきますということで、皆さんよかったら、また次の動画も見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。